マグナムロールは、バハマのプロバスケットボール選手。グランドバハマとフリーポート出身。ポジションは、パワーフォワード、センター。211センチメートル、102キログラム。2010年の NBA ドラフト二巡で、オクラホーマシティサンダーに指名されたが、インディアナ・ペイサーズに、トレードされた。同年10月25日、ペイサーズから解雇され、ロースターに残ることはできなかった。 11月1日にバドルドラフトでメインレッドクローズに指名された。2試合に出場した後、膝の怪我でチームからウェーバーされた。2011年3月3日、レッドクローズに復帰、13試合に出場した。4月11日、アトランタホークスと契約を結んだが試合出場はならなかった。NBA のロックアウト中の7月27日、韓国の小原 LG。 セイカーズと契約したが試合に出場することなく9月26日に解雇された。ロックアウト終了後、彼はホークスに復帰し、トレーニングキャンプに参加したが、開幕前に解雇された。2012年、三菱電機ダイヤモンドドルフィンズに加入。同年の NBL オールスターに選出されている。2014年、三菱を退団。2016年、パスラボ山形ワイバンズに加入。 ありがとうございます。